和田智成は、日本の実業家、経営コンサルタント。大阪府大阪市東住吉区長などを歴任した。1961年10月16日、滋賀県にて生まれた。飲食業に従事し、現場だけでなく、管理職や経営者としての経験を積んだ。さらに、経営コンサルタントなども務めていた。大阪府大阪市の市長に就任した橋本徹が、 行政区の区長を公募する方針を打ち出したため、これに公募しようした。論文審査では、大阪市平野区の現状と課題を分析した、平野区の課題と、その解決策についてと題する論文を提出し、合格を果たした。2012年8月1日付で、大阪市東住吉区の区長に就任した。経営コンサルタントなどの前歴を活かした、市政運営については、 東住吉区役所内部からもアイデアマンとして評価されていた。また、橋本徹の提唱する大阪都構想を実現するべく、区長プロジェクトチームのサブリーダーとして、大阪市を特別区に再編する際の区割案の叩き台を取りまとめていた。だが一方では、学校選択制の導入見送りを主張したり、区長の給与自主返納に一人だけ応じないなど、 市の方針と意見をことにする場面も発生した。また、他の区長について、無能と評するなど、暴言と取られかねない発言も口にしていた。これに対して、市長の橋本徹は和田に対して、組織人としての的確性に欠ける、態度や振る舞いに子供じみたところがあったと批判し、重要な会議への欠席、担当部局との調整力不足、他の区長に対する暴言。 などを理由に更迭する考えを表明した。それに対して、大阪市区長会は、和田を除く23名の区長にて協議し、当人が反省している点などを理由に、和田の続投を要望する文書を橋下に提出した。しかし、橋本の意志が変わることはなく、和田は、区長から人事しつけに更迭されることとなった。公認の区長の公募は実施されず、 大阪市の職員から選ばれることになった。その結果、大阪市役所市民局の区行政、市民活動担当部長や大阪市中央、卸売市場の市場長を歴任した小倉武博がつくことになり、同年4月1日付で就任した。区長退任後は、大阪市役所人事室付となっていたが、その後、年金記録に関係する文書の改ざんや、 経歴についての虚偽報告が相次いで発覚した。その結果、地方公務員法に基づき文言免職処分を受けた。ありがとうございます。